这是我见过最傲娇的告白。妖精将何泉带到妖精之森，这里曾是他父亲向他母亲告白的地方，也是他小说中出现森林的原型。在漫天的萤火虫下，妖精终于鼓起了勇气。あんた、私のお婿さん候補だから。それで勘違いしないでちょうだい。あんたなんかに私が恋しちゃってるわけじゃないんだからね。ただ。そう、あれよ、あんたと結婚したら毎日楽しいかなって幸せになれるかなってそう思ったから。つまり俺は今お前にプロポーズされてるのか。違うわよ、私じゃなくてあんたが私にプロポーズするの。そしたら前向きに検討してあげるわ。俺がお前にプロポーズってしないぞ。だって俺は。いいえ、するわ。だってあなたは私に惚れるもの。近い将来他の誰かじゃなくて私のことが一番好きになるもの。なんとか言いなさいよ。やっぱ今のなし。戻ろうよ。今日のところはこのくらいで勘弁しておいてあげるわ。而在此之前，何泉曾这样对妖精的哥哥说过：“もし俺に好きな人がいなかったら、もう5回くらい惚れていると思います。”如果何泉不是先爱上了沙悟，或许真如他所说，已经迷上了他五次。因为妖精是那么的优秀，不仅家财万贯，还会多门外语和各种乐器，更是烧得一手好菜。妖精的表白终将以失败告终，但最后的最后，他还是傲娇的对何泉说道：“マサムネ、特別に私のマナーを教えてあげる。エミリーよ、私にプロポーズするときはその名